はい、今回は、ゲストとして、アンドレ・オージーさんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、オージーさんは、SNS で、自分知り合いまして、でそれで、なんか全く何もしてなかった人だと思ってたんですけど、1年前ぐらいはなんかもう最近だと、結構半年ぐらいで SNS 運用代行の仕事取りまくって、教育までして、なんかめちゃめちゃもう稼いでらっしゃるっていうことなので、今回はそれについて深掘りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、結構王子ってツイッターでも全く顔出しされてなくて、今回ももちろん顔出せないんですけど、なんかもう結構謎のベールに包まれてると思うんですよね、今。なんか、どんな人なんだろうとかっていうのが全くわからなくて、なんかもうキラキラした王子みたいな感じになってますけど、実際これまで、どういうキャリアとか歩まれてきたんですか？僕は大学を卒業してから、介護の仕事についてまして、で、そこで、老人ホームで10年やってました。で、その当時公務員に憧れてたんですね。で、市役所の方に入って、また福祉の、分野で働いてました。はい。で、それで、去年の、ちょうど今ぐらいですかね、5月ぐらいに、退職しまして、今に至るって感じですかね。なるほど、なるほど。もう10年ぐらい、もう会社員というか公務員というか、そういうのもやられてたってことですね、介護分野で。そうですね、15、6年はもう、そうです、会社員やってました、サラリーマンやってました。めちゃめちゃ長いですね、はい、15年って。そうなんですよ、今思うと長かったですね。はいはい。なんかもう、そんだけ介護とか、そういう仕事をやってて、急になんか何があったんですか動き出したっていうのは。ちょうどそれこそ去年の3月ですかね、ちょうど、自分がその市役所にいた時、ちょっとパワハラに遭っていて、でそのパワハラの時で、このまま自分この仕事していっていいのかなみたいな、安定はしてるけど、先行きどうなのかなみたいなところで、YouTube で多分なんてググったのかな、転職みたいな感じで探してたんですね。そしたらたまたまユージさんが YouTube にやって、会社員なんてやめろみたいな、そういうYouTube、動画ですよね、があって、もうハンマーを頭で殴られたような感覚になって、もうその1週間後にも辞表届出してましたね。ああ、なるほど。もう、上司からパワハラを受けて、自分が介護必要な状態になったんですね。そうです、そうです。介護どころじゃなくなったっていう、自分が介護されなければっていう。そうです、そうです、そうです。それは大変ですね。で、今はもう SNS 運用を中心にされてるんですよね、クライアント相手に。そうです、そうです、そうです、そうです。今、SNS 運用ってどれぐらい稼がれてるんですか、その代行作業で。今は大体、月で月50から100ぐらいの間ぐろちょろしてる感じですかね。それに、単発でこらへんの構築の代行が入ったりだとか、っていうのがあるので、そこらへんぐろちょろしてるっていう感じですかね。月50から100ぐらいの間だったら、なんか介護時代から考えたら、もう5倍とか、5倍はいかないか、もう3倍、4倍ぐらいの感じはしますよね。そうですね。2倍から、2.5 倍から3倍ぐらいですね。しかも運用代行って割とあれですか、もうサブスクでもらえるから、もう結構安定した状態でそれぐらい入ってくるっていう感じですよね。そうなんです、そうなんです。結構マーケティング領域な部分があるので、だから大体業務的契約結ぶときも3ヶ月から6ヶ月ぐらいで結んでしまうので、ある程度その期間は安定してますね。しかもそこからその契約が終わったとしても、更新すればいいだけだからって話ですよね。もうこちらの信用が溜まっている。そうですね。あとそのうちの一件は、僕は、半年後、7ヶ月目以降は、コンテンツビジネスもやりたいってお客様もいるので、その6ヶ月後プラス、7万円ぐらいで上乗せしていただいて、だから結構いい金額をいただけてるっていうのもありますね、一件は。なるほど。SNS 運用代行の仕事としては、今具体的にどういうことをされてるんですか？僕が今やってるのは、定例ミーティングとか月間レポーティングの分析だったりとか、アナリティクスの分析だったりとか、あとツイートの作成だったりとかが、メインになってきます。アクションフェーズって言われてる、そのアウトバウンドの方ですね、いいね周りだとか、コメント周り、リプ周り、これに関してはもう、僕の指示通り動いてもらうように外注してます。ああ、なるほど。今その運用代行の仕事として、インスタグラムとなんかツイッターをメインにされてるって感じですか？そうですね、ツイッターメインです。ツイッターメインなんですね。インスタも撮ってますけど、外注してるっていう感じです。僕もインスタちょっとやってるんですけど、基本的には外注してる感じですかね。ツイッターのその運用代行の仕事内容としては、さっき言ったそのアウトバンドの、いいねだったりとかリプ周りっていうものがあって、なんかその投稿を作るとか考えるとかっていうところは、なんかクライアントによりきりって感じですか？どこまでやるのかっていうのは。そうですね。結構難
かその属性性が出ちゃう部分とかって結構あるんですよ。例えばライフコーチだったりとか、うん、そういった形は僕が作って検索してもらうとか、うん、あとはその法律が絡んでくる関係のやつですか、薬事法とか薬機法とかですかね、うん、それに関しては作ってもらって僕が検索してあげてもらうみたいな、うん、だから一概に全部僕が作るとかじゃなくて、うん、それに沿ってまた図解とか動画とか、うん、まあ、僕の方でこう作っていくみたいな感じですかね、うん、運用代行の今その仕事内容としてそのリプ回りする、はい、いいねするで、まあ、土日は今やってないんだろうけれども、まあ、投稿とかいろいろするという感じだと思うんですけど、まあ、この仕事量とかで、はい、大体なんか単価感っていくらぐらいなんですか？まるっと受けるのは大体 Twitter だと15から25、インスタだったら20から30ぐらいの幅ですね、うん、っていうのもそのやっぱ僕の場合そのリサーチだったりとかコンセプト設計とかアカウント設計とかですかね、うん、そこに結構重きも重きを置いてるんで、だからそこを間違えたりとかすると全然刺さらなくなったりとかするんで、うん、そこの分析は多分誰よりもしてるっていう自信はありますし、うん、そのまあリサーチ結果をマインドマップにまとめてるんですけど、それを見せて、プレゼンで負けたことはない、負けたことっていうか、うん、落としたことはないですね。だから結構心が動くような提案の資料の作り方をしてるので、うん、そこにリソース持ってきてるんで、まあ、ちょっと案件単価高くしてるっていうのもありますし、うん、あとは Twitter であれば図解ツイートとか動画ツイートをしていくと、うん、そういったところで、僕がデザインとかするんじゃなくて、ちゃんとプロにデザインしてもらいたいっていうので、ちょっと案件単価高くしてるっていうのもありますね。ああ、なるほど。そういうことですね。はい、まあ、外注をするっていうことを、まあ、込みでやってるからちょっと上乗せしてるんですね、その分。そうです、そうです、そうです、そうです。まあ、必ずリスト取れるっていうのはもう結果として、うん、っていうか数字として出るので、うん、図解とか動画っていうのは、うん、なので、そういうふうにしてます。なるほど。確かに納得しますよね。その外注費も含まれてるんです。で、めちゃめちゃクオリティの高いものも作ることができるんです。そしてリストも取れることも確認できてますって言われたら、確かに15万20万って出せるなってなってきますね、自分も。いや、間違いないです。で、ちゃんとその実績っていうか、そのデータも取って、それも見せてるので、完璧。もちろん、あれですよ、全部は見せてないですよ。プライベートのこともあるので、うん。うん。で、やっぱそういう数字で理想の未来を見せてあげる、イメージさせてあげるってことがすごい大事かなと思ってます。うん。なんかもう、めちゃめちゃ、なんかプレゼントか、見せ方というか、めちゃめちゃ上手くなってますよね。どん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 単価が上がっていくっていうか、超売れっ子状態で。はい。月に15万のやつを、まあ、取れたとしたら、はい、まあ、4件だけでも取れたら、もう普通の会社員とかね、そうなんですよ、そうなんですよ。2倍ぐらい稼げるから、しかも、外注とかも走ってるから、そんなに稼働もやたら多いわけでもないから、めちゃめちゃ欲しいですよ。本当そうなんですよ。ね、本当そうです、そうです、そうです、そうです。営業に関してちょっと聞いていきたいんですけど、はい、まあ、提案の仕方だったりとか、はい、今基本的になんかさっきからちょろちょろ出てるんですけど、営業は、まあ、ほとんどの人がなんかクラウドソーシングとか、あとは SNS を使って頑張ってなんか集客するとかってやってますけど、はい、王子の場合はもう自分の足を使って交流会とか行ってみたいな話なんですね。結論はそうですね。友人知人とオフラインが一番再現性高くて、うん、案件すごいもらえるっていうのは分かってるというか、うん、僕はその逆にクラウドソーシングとかおならとか、うん、使ったことないんですよ、うん。で、だからよく僕のその公式 LINE とか DM とかで、どういうふうに営業取ったらいいんですかみたいな、うん、20% 持ってかれるんですけどみたいな感じですけど、うん、僕そこ教えられないんで、はいはい、だからそこはちょっとお断りはしてるんですけど、うん、でもやっぱり知人友人が一番最、まあ一番最初はですね、うん、全く目の状態だったらそこが一番取りやすいかなと思います。実績も積みやすいし、うん、信頼関係築けてるので、うん、まあ、もちろん失敗は良くないですけど、うん、まあ、ちょっとしたことぐらいであれば、まあ、まあ、ちょっとそこの信頼関係がある部分があるので、うん、まあ大丈夫かなと思ってます、うん。とりあえず友人知人からこう営業していって、そこから、まあ、それプラスで取りたいとしたら、まあ、交流会行って、まあ、その人たちは初めましてだけれども、結構オフラインで行ってるから、まあ、成約率が高いというような感じですよね。そうなんです。で、かくいう僕もその今月から、もうつい 2,3 週間ぐらい前からですかね、うん、オフライン行き始めたので、うん、なので今は制約に繋がってないですけど、商談に繋がったりだとか、あとはアプリに繋がったりとかっていうのは結構もうあったりします。で、うん、僕のその最初の知人友人に関しては、まずそこで実績を作って、その人たちが勝手に営業マンになってくれたんですよね、うん、その数値がやっぱ上がってるんで、うん、王子にお願いしたらこれだけ上がったみたいな感じで、最初は その口コミでだけで取ってました、うん、昨年ぐらいまでは、うん、やっぱりなんか自分もそのオフラインの営業っていうか、そのオフラインの交流っていうのは、その濃さっていうのはめちゃめちゃ感じていて、まあ、実際に自分はその営業するとかそういう話ではないんですけど、そのオフラインで得られる信用の高さとか、あとは得られる情報の濃さってもう全く違くて、この間もなんかバンコク行ってたんですけど、そこで経営者さんと話して、ね、節税スキームとかめちゃめちゃ教えてもらいましたけど、やっぱりオフラインじゃないとここまで話してくれないし、ここまで仲良くなれないしっていうのは感じるんで、
結構この異業種交流会とかオフラインの営業もなんか同じような感じなんだろうなって思いますね。巷のその風潮としてなんかもうウェブ系とかウェブフリーランスとかなんかそういうこと言ってるから、なんかもう全部オンラインで完結させるのがなんか正義みたいになってるんですけど、全てをオンライン上で完結させた方がいいとは言うけれども、まあ結構その営業に関してはオフラインでやった方がいいっていうのは見逃されがちだから、結構今回の話でなんかオフラインの方も割とその視野に入れてみてもいいんじゃないかっていう話ですよね。王子からすると。いやー、おっしゃる通りです。でやっぱりいないんですよ、あの競合が。あの会社さんはいるんですよ、会社さんはいるんですけど、フリーランスで SNS のライブやってますとか、僕は今までもうその、まあ、2,3 週間しかまだ行ってなくても100-20人ぐらいとつながりましたけど、1人しかいなかったですね、 LCEP 構築者、フリーランスでやってる人。そうです、会社はやっぱいます、マーケティングの会社の人とかはいるんですけど、やっぱりそういうところって高いじゃないですか、高いです、だから個人でお願いしたいっていうところも結構多いところもあるので、企業さんも多いので、そこら辺はだからすごく強みとして活かせるんじゃないかなと思ってます。なんかライバルが少ないどころか、他にいるその法人の人たちが全部お膳立てしてくれてるみたいなところありますよね、高いから。ああ、そうです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 。いろいろこう話した上で、でなんか高え高え高えってなって超安くていい人がいたっていう順番になるから、もうめちゃめちゃ制約率高いっていうか、そうだから、そこの差別化をちゃんと自分の中の頭に落とし込んで腑に落として、それをちゃんとこう会った時、要はその時に言わなくてもいいんですけど、アプリにつながった時とかに、まあ競合との違いみたいな感じのことを説明すると、あの余計腑に落ちるというか、はい、それはあると思います。なるほどなるほど、確かにそれは強いですね。なんかあの普通にあの今話を聞いてオフラインの営業って割とその直接話すから割とその仲良くなれて信用が溜まって制約取りやすいっていうようなところがメインやと思ったんですけど、その周りの人たちがもうほとんど個人がいないっていうのはやっぱり行ってみないとわからないので、自分はそんなに知らなかったんですけど、でもそれもめちゃめちゃでかいですね、その制約率の高さとして周りがめっちゃ高いっていう。あとですね、結構だから差別化のポイントとして、結構 IT 系はみんな私服で来たりするんですよ。あ、はい、まあジャケット羽織ってたりもするんですけど、僕はだからしっかりスーツで来て、そこでまず誠実さの差別化を分かります、で、彼らは彼らでやっぱりあのなんていうんですか、コミュニケーションがそこまで得意じゃないんですよ、だから見た目ちょっとチャラいけど全然喋れないから、あんまりこうイメージが湧かないというか、だから逆にちゃんと仕事やってくれる誠実な人みたいなやつをアピールしていくだけで、そこだけで十分差別化できちゃうみたいなところもあるんで、だから強いと思います、オフラインは。ああ、確かに確かに、はい、だってね、自分もなんかこうやってピチっていう、ね、服を普段から着てますけど、全然反応ちゃいますからね、いろんな人から。誰とやるかと思っていて、だいたいあのもちろん成果はもちろん出るんですけど、やっぱりその誰とやるかとか、コミュニケーションコストを抑えたいだとか、この人だったら信頼できるとか応援したくなるとか、そういう人からにお願いしたくなると思ってるんですよ、経営者って、あ、この人面白いなみたいな、だからやっぱりインパクトってすごく大事で、だからその自己紹介とかするときもまずは最初はもうツイッターと一緒ですよね、あの引きつける文言じゃないですけど、ユーモア、品のあるユーモアでこう引き込んで、で実績とか権威性、それから社会的証明をバーって言って、最後は熱量ですね、あと自信、目力、ここですね、こうあればもう結構決まりますね。いや、王子めっちゃ得意やと思いますね、それ。あの目の前、王子を目の前にして、そういう自信とか熱量とかってもう自分もめちゃめちゃ感じるんで、それを本当にオフラインであってそのプレゼンされたら絶対に制約しますよね。まあそこら辺はなんか演者力というか、あ、まさにそれです、コミュニケーション能力あると思うんですけど、でも結構その真似できるところもあるんで、その王子みたいにまずはそのオンラインではなくてオフラインに行ってみるっていうのとか、あとは服装をちゃんとするとか、ね、あの、あとはつかみのところをちゃんと鉄板の何かを用意しておくとか、そういうのは能力云々関係なくできると思うんで、それさえすればぶっちゃけなんかめちゃめちゃコミュニケーション能力高くなくても、まあ、制約率は一定レベルまでは絶対上がりますよね。間違いないです。で結局僕も今営業のコンサル入ってるんですけど、やっぱヒアリング力なんですよ結局、トーク力じゃなくて、どれだけ引き出せてるかみたいな、でそれ解決できますよって言った時にバーってこう畳み込む自分の USP とか独自の価値ですね、そこを言ってあげるだけで本当に引き込まれるというか、制約つながるというか、それは本当肌感的にめちゃめちゃあるので、人生においてプレゼン力とか演者力っていうのはもうとてつもないインパクトを出すと思ってるんで、YouTube だってそうじゃないですか、こう演者力がないような人間ってどんな撮影しても絶対に見られないし、何の説得力もないからってなるし、営業もそうだし、それは会社員のリーダースもそうだし、で何か発表する時もそうだし、なんかもう演者力で全て決まるんちゃうかぐらいのところがあるんで、本当そうです、それをね、持ってる王子とか、まあ、教えられる王子っていうのはやっぱり強いし、あのまあそこまでのレベルじゃなくてもね、あの王子が今言ったことをちょっとでも真似していただくと、すごくあのいい成果が出るんじゃないかって思いますよね。出ると思います、きっと。
で、なんかオフラインをこうするときって、営業するときって、なんかここに行こうとかってどうやって調べるんですか、はい、Google で異業種交流会、群馬県みたいな感じで調べるんですか。僕は Google で異業種交流会で最初調べていって、うん、ある程度、まあ、ピックアップというか、そういうサイトが出てくるんで、うん、まずそれに行ってみるみたいな。あ、なるほど。で、それに行ってみて、どこが良かったか、その、一緒に来てる人たちですね。にどこが良かったかみたいな紹介してもらって、ここがいいよみたいな感じで言って、また調べてそこに行くみたいな感じですね。なるほど。確かに。で、はい、あとは、そこのオフラインのその異業種交流会に行って、異業種交流会に来てもらってる経営者さんに、ネットでは募集してないところに連れてってもらうとか。うん、うん。うん。僕、それ最近行ってるんですけど、うん、やっぱり決済権持ってる人がたくさんいるところの方がいいじゃないですか。うん、なんでそういうところに連れてってもらったりもしてます。だからそういうところに入り込むっていうのもすごく大切だと思います。うん。なんかもうどれでもいいからとりあえず行ってみるっていうのが大事ですよね。それで紹介してもらえるし、いいところは教えてもらえるしって話なんで、なんかもう足踏みしてないでとにかく調べてどこでもいいから行けっていう話ですよね。そうです。オンラインの情報だけだとやっぱり限られてるというか、うん、でそういう経営者だけの交流会ってネット上で募集してないみたいなんで、うんうん、だからそういうところに入り込んで、案件もらうみたいな感じがベストなんじゃないかなって思います。オフラインであれば。異業種交流会行ったことないんですけど、うん、はい、なんかどういう感じなんですか、どういうセレモニーがあってとか、なんかどういう流れなのか全然わかんないんですけど、そのやっぱりそのイベント主催者によって違ったりもしてるんですよ、はい、カフェで交流会やって4人か5人ぐらいのグループでこうやるのも、まあ、30分間回すみたいな感じのもあれば、うん、もう本当にフリースペースですね、多目的スペースかなんかを借りてもう立ち話みたいな、うん、で自分が積極的に行くみたいな、うん、だからその人によって合わせるといいと思います。カフェ形式でちゃんとそういう風にみんなでこうまとまって話したい人が、うん、話した人もいれば、うん、僕みたいにそのあっちこっち行った日もう飯配ったりとかしていく人もいるので、うん、僕は逆にカフェ形式が嫌いなんですよ。あ、めちゃめちゃ動きにくいし、なんかその人のなんかどこ行ったこうしたとかで終わっちゃう時もあるんですよ、はいはいはい、時間とお金めっちゃもったいないなってなるんでクソどうでもいい世間話で終わるという。なんかもう恋愛と一緒ですよね。もう完全にこうカフェとかで、まあ、座ってるバージョンですよね。で一個ずつこう回転していっていって、はい、もクソほどなんか時間かかるし効率悪いから、あの子と喋りたいのに目の前全然タイプじゃないやつがいるっていう、次もタイプじゃない次もタイプじゃないみたいな絶望みたいな感じがあるから、うん、なんか立食だったりとか、クラブ形式で恋愛で言うと、クラブでなんかもう好きなところナンパしに行けるとか、なんかそういうところを、そういう形式の異業種交流会であれば、まあなんか性格によるとは思うんですけど、まあ効率的だろうっていう話ですよね。なんかまあ、でもいろいろとまあ調べたら出るんですよね。その異業種交流会って、調べて、それでなんか形式とかもカフェとか、なんかその立食とかって書いてあるから、まあそれで自分に合った、まあ形式のところをとりあえず最初行ってみればいいんじゃないかって話ですよね。そうです。あとは今結構面白いのもあって、オンラインでも、なんていうですか、17分4回転とかっていうのがあるんですよ。うん、それは交流会で知り合った人に教えてもらったんですけど、うん、で17分4回転をマッチング勝手にさせてくれるんですよね、うん、あらかじめヒアリングした状態で、うん、で異業種の人とマッチングして17分4 17分かな確か、それを4回転やって、でその後にバーチャルですよ、仮想空間で声かけたりとかして、うん、で部屋に一緒に行って、そこで、はい、ズームつないでみたいな、はい、それ結構面白かったですねそうなんですね、なんか恋愛リアリティショーみたいな感じなんですね、はい、そのバーチャルバーチャル、そうですそうですそうです、バーチャルめっちゃ面白かったですよ、はい、気に入った人と個室に行ってみましょうみたいな、よく見るやつですね、ヘラサウスとかでそれをカタパイクみたいな、それをおっさん同士でやってるんですねあ、そうですそうです、なるほど、めっちゃ面白い、バーチャル面白かったですよ、それは、はい、そういうふうになんかもう最近出てきたソフトとか、まあアプリですか、サービスとか。あ、それはね、ビジエンっていうやつなんですよ。ビジエンっていうやつで、はい、うん、交流会に知り合った方に、運営側の人に教えてもらったんですけど、うん、めっちゃ面白かったですよ。それもでも行ってみないと、そういう情報を得られないって話ですよね。はい、そうです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 、まさに。そうです。行動量でめちゃめちゃ差がついてきますよね。実際に足を運んでるかどうか、そこでも情報量が桁違いというか。いやー、違います。本当に、自分の足と手と本当動かさないと、うん、やっぱ得られる情報の量って、うん、でオフラインの情報の方がリアルだから、うん、まあオンラインもそうですけど、うん、濃いですね本当に、うん、めちゃめちゃなくしようとしてるから、やっぱりなかなか稼げないし、案件取れないしって話なんで、どっかで苦労しろよって話なんですよ、自分からすると。ライバルなんか、まあこの話をしたとしても、多分行動する人ってごくごくわずかなんで、そうです、ごくわずかです、うん、しかも特にコミュニケーションが得意な人って多分世の中少数派なんで、
それを聞いて行ったらどんどんバカ進んでいったら、まあ、上手くなるんですけど、でもその手前の方でちょっと恐れちゃって誰も動かないっていう風な人が多分 99% なんで、うん、だからもうライバルが増えようがないから、とにかくその苦しいところとか自分が苦手なところも、まあ、ちょっと克服してなんかそういうのになれちゃうと、なんかもう本当にライバルがいないブルーオーシャンに飛び込めるから、なんかあの、ね、挑戦はしてみてほしいですよね。一回は人生一回もやらないというよりかは。そうそう、僕はもうあれです、あの死んでもいいって覚悟でやってるんで。そんな覚悟だから、はい、まあ、でも苦しい時期やっぱりありましたよ。本当に今年の1月にローンチしましたけども、年末年始で本当に泣いて仕事してましたし、泣きながらリップ回りとかもしてましたし、そんなことあった、苦しい時期いや本当にありました。なるほど。でやっぱそういう時期はありますよね、うん、本当に。いやでもそれはめちゃめちゃいい人生経験ですよね。一生忘れないし、それがもうとてつもなく今成長につながるんで、いい涙ですよ。いや本当にながら本当にゆうさんには感謝です、マジで。いやいやいや、とんでもないです。はい、はい、今日はなんかもうこれまでのキャリアから SNS 運用代行の仕事内容から短歌館まで、あとは営業の内容とかもめちゃめちゃ詳しく聞けて超参考になったんですけど、まあこれを聞いてね、あの視聴者の人がどれぐらい実行するかって話ですけど、まあなかなか行動しないと思うんですけど、まあ情報はもうこんな感じで全て開示してるので、あとはみんなで頑張ってください、頑張りましょうということで。そうですね、そうですね、そうですね。なんかあの王子のその話今いろいろしてもらったんですけど、さらになんか濃い情報とか、あの SNS 運用代行のノウハウみたいなのをなんか公式 LINE とかでもまあ配ってるんですね、配信したりとか。そうです、僕の公式 LINE の、 そのプレゼントとして、僕は去年ですね、たった3週間で3件獲得した、まあ、ロードマップみたいな、動画ですよね、それを配信してますので、もしよかったら受け取ってください、うん、はい、はい、概要欄にあの王子の公式 LINE があるので、そこから無料で受け取れるので、無料のものはとにかくあの受け取っておいてくださいということで、あの受け取るに越したことないので受け取っておいてくださいということで、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、王子今日は長い間ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。失礼します。はい、失礼します、はい。